今回は台形の面積の求め方について学習していきましょうまずは台形の面積の求め方1です対角を結ぶ対角線を引きましょうこれを補助線と言いますそうすると 赤い三角形と青い三角形に分かれます。二つの三角形の面積を合わせた面積が台形の面積なので、台形の面積を求める式は6、6×12÷2、足す 14×12÷2 となります。 12割る2の部分が同じになっているので、式をまとめて、かっこ6たし14、かっことじる、かける12割る2は60となります。次は、台形の面積の求め方2です。同じ大きさの台形をもう一つ用意しましょう。 その台形を横にずらし、半回転させると、平行四辺形ができます。この平行四辺形の底辺は、かっこ6たす14、カ閉じる、高さは12なので、面積を求める式は、カッコ 六たす十四、14かっこ閉じる、かける十二となります。また、求める台形の面積は。この平行四辺形の半分なので。かっ六たす十四、14かっこ閉じる。かける十二割る二は六十となります。さらに、台形の面積の。 求め方3です台形の面積の公式を用いた方法です台形の面積を求める公式はかっこ上底たす仮かっこ閉じるかける高さ÷ 2ですこの台形の上底は6仮定は14 高さは12なので、面積を求める式は6、6たす14閉じるかける12割2となります。よって、この台形の面積は6、6たす14閉じるかける12割2は60となります。 それでは練習をししてみましょう一時停止ボタンを押して練習問題を解きましょう解き終わったら再生ボタンを押して丸つけをしましょう<ー>次は求め方2です 同じ大きさの台形をもう一つ用意しましょうその台形を横にずらし半回転させると平行四辺形ができますこの平行四辺形の底辺はかっこ9 5かっことじる高さは6なので面積を求める式はかっこ9 5 括弧閉じる、かける六となります。また、求める台形の面積は、この平行四辺形の半分なので。括弧九たす五、括弧閉じる、かける六割る二は、四十二となり。答えは、四十二平方センチメートルとなります。 さらに、求め方3です。台形の面積の公式を用いた方法です。台形の面積を求める公式はかっこ上底たす仮定かっことじるかける高さ÷ 2です。この台形の上底は9、仮定は5、 高さは六なので。面積を求める式は9。か九たす五。かっこ閉じる。かける六割二となります。よって、この台形の面積は9。か九たす五。かっこ閉じる。かける六割二は。四十二となり。答え。四十二平方センチメートルとなります。 正解できましたかこれで今回の学習を終わります。